画面右上にある便利なワンタッチ表示ボタンの機能を説明します。ヘルプボタンを押すと現在の設定内容を確認することができます。キーボードボタンを押すとオンスクリーンキーボードが起動します。コントロールパネルボタンを押すとワコムタブレットのプロパティが開きます。ここで様々な設定の変更が可能です。本体の上部にある OSD メニューボタンを押すと画面調整をすることができます。